一番の特徴はこの XC とエクストリームガングリップですね。来た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 、片手で持って支えてられる。おにおに、イエイ。タイじゃないな、これタイじゃないな、肌でした。このエクストリームガングリップはね、あの600番とのすごい相性が良くて、普通の竿より手の位置が決まる、で手の位置が決まるとタッチドライブの操作がしやすくなるんですよ。こうストレートのグリップだとこう持ち方が人によって違うんで、ちょっとこう後ろめだと遠いし、深くパーミングしちゃうと窮屈な感じになるんですけど、まあちょうどいい感じに操作ができるかなっていう。でコマ線振ったりするのも、あのやっぱりここに支点があるんで、あの楽にこう竿が振り抜けるっていうんですかね、感じはいいですよ、すごく、うん。なんか食っちゃった。食った。まだコマセ振ってる間になんか食べちゃったんだけど。イエイ。またじゃん。よいしょ。イエイ。ありがとうございます。俺15年ぶりくらいですよ、コマセマダイ。例えばこれタイプ73の MH なんですけど、まあ、長さもちょっと短くなったのもあるんですけどね、こっちも長くなったりとか、あの印象としては随分違う、うん、竿だなっていう感じがしますね。バットは強くなって先が柔らかくなってるんで、あの前のやつよりもしかすると、もしかすると使用範囲っていうのは狭くなっちゃうかもしれないんですけど、でもその分こうコアにできるっていうか、うん、その一部分ですよね。例えばアマダイにしても、こう餌取りの当たりなんかがぼやけてたのがより鮮明に見えるようになるとか、専用装置に近づいてるっていうような感じが。そうですね、うん、よりこう、うん、専用にこう特化まではしないけど、うん、いろいろこう遊べるんじゃないかな、よりこうディープに遊べるみたいな。あ、やった、綺麗なタイだった。やった。すごい綺麗な竿ね。はい、来た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 。うわー、今度ドラグ出たよ。
まだまだ上がんない？全然上がんないっす。5台だったら羨ましいな。違うな、なんかな。いや、わかんないよ。松本さん、なんかこれ違うよ。稲田じゃないの？X シートいいね、これね。こう、溜めてて。溜めてね。うん、だから、疲労感とかないっすね。ないっすね。稲田じゃね？稲田。あ、ありがとうございます。楽しかったっす。いいっすね。思いっきりできました。